ドジャース、大谷翔平投手は27日、日本時間28日、敵地、ブルージェイズ戦に、2番、指名打者、で出場する。試合前にはブルージェイズのジョン・シュナイダー監督と本塁付近で会話を楽しむ場面もあった。写真、美人妻のドレス姿が、驚くほどビューティフル、フリーマン夫妻の2ショットに反響。作オフに一部米メディアによって、 大家がブルージェイズと契約するためにトロントへ向かったと報じられた。前日26日、同27日、の同カードでは、トロントファンからの大ブーイングを浴びたが、初回の第1打席で7号ソロを放った。大ブーイングから一夜明けたこの日、試合前にキャッチボールを終え、ゲレーロジュニア。ラトハグするとその後、シュナイダー監督のもとへ、ウィルアイヤトン通訳らを交えて、 ジェスチャーをしながら談笑していた。日本メディアの取材に応じたシュナイダー監督は、ただ、挨拶しただけだよ。ブーイングしてごめんなさいとね、と会話の内容を明かし笑った。